タイムズスクエアボール、タイムズスクエアボール、タイムズスクエアボールは、ニューヨーク市マンハッタン区のワンタイムズスクエアにある、タイムボール、宝磁級で、年越しのカウントダウンに使われる。12月31日の午後11時59分、新年を表すために設置された旗竿を77フィート23メートル落下させる。1907年12月31日の夜に、最初に行われて、 以来、戦時中であった1942年と1943年を除き、毎年行われている。ボールは100の白熱電球、鉄、木材などでできており、コンピュータ化された LED 照明システムを利用している。ボールの設計は毎年最新式のものに変わっている。2009年時点でタイムズスクエア一番地に設置され、メンテナンスの場合のみ取り除かれる。 タイムズスクエアボールの落下は少なくとも10億人が視聴し100万人が参加する世界的にもよく知られた新年の祝賀イベントの一つである。また、米国の他の都市で行われている同様のイベントも盛り上げている。現在のタイムズスクエアでの大晦日の祝賀会は1904年に始まった。その頃、新聞社ニューヨークタイムズが ロングエーカースクエアのタイムズスクエア一番地に新しい本部、当時市で二番目に高い大たて、スクエアの名称をタイムズスクエアに改名するよう市に説得した。改名は1904年4月8日に行われた。新聞のオーナーであったアドルフ・オックスは会社の本部の完成を建物の上で1903年12月31日の深夜に 花火大会をして祝うことを決めた。20万人近くの人が、それまで、毎年行われてきたトリニテ協会での祝賀会へ、行かず、このイベントに参加した。しかし、オックスは、タイムズスクエアへより多くの人の目を引くため、より大きなイベントを望んでいた。4年間行われた、祝賀会の後、新聞社のチーフ電気技師であるウォルター・ F ・パーマーは、屋根の旗竿から電光がついた。 タイムボールを落下させることを計画た。ボールは 25W の電球100個で証明され、材料は鉄時、重さ700ポンド、3 2 0ラム、直径が5フィート、1.5メートルだった。これが最初に使用されたのは、1908年、1907年12月31日である。深夜に1秒間で落下した。 ニューヨークタイムズは後に本社を西43丁目229番地に移転させたが、祝賀会は毎年タイムズスクエア1番地で行われている。初代のボールは1920年に交代となった。2番目のボールは直径は5フィート1.5メートルのままで重さ400ポンド180キログラム、材料は鉄となった。第二次世界大戦中、 10日完成のため、1942年と1943年の大晦日が共に中止となった。この時、参加者らはタイムズスクエアの至るところに取り付けられたスピーカーからのチャイムの音を聞き、真夜中に黙祷を捧げた。2番目のボールも1955年、直径5フィート、1.5メートル、重さ150ポンド、68キログラム。 アルミニウム製の3番目のボールと取り替えられた。3番目のボールは、アイラブ、ニューヨークキャンペーンのために、外観からリンゴの印象を受ける赤い電球と緑の軸を使い1981年から1989年まで飾られていた。1989年に元に戻ったが、1991年に湾岸戦争を記念して赤と青の新しいボールに変えられた。 3番目のボールは、ラインストーン、コンピューター化された、照明装置のストロボを特色とし、1995年の大晦日のため、同年に改造をされた。その後、新世紀の到来のため、新しいボールが用意された。重さ170ポンド、490キログラムで、直径6フィート、1.8メートルの4番目のボールは、ウォーターフォードクリスタルで作られ、 504個のクリスタルトライアングルと168個のハロゲンランプの内側に432個の電球、赤、青のストロボで緑、黄色で外部を照らした。トライアングルの多くはフェローシップの望み、学問の望み、まとまりの望み、勇気の望み、治療の望み、裕福の望みなど年一回変わるテーマについてのメッセージを記入しにいた。2001年には アメリカ同時多発テロ事件で国に支援した組織の名前が掘られた。2007年のニューイヤーズイブの2006年12月31日、発行ダイオ王道を新しくした。1999年に作られたボールの複製はアイルランドのウォーターフォードクリスタル工場で展示されている。タイムボール100周年を記念し、2007年の大晦日のため5番目のボールがデビューした。 直径は6フィート1.8メートルのままだが、重さは1212ポンド550キログラムと重くなり、ニューヨークシティのライトを焦点に固くつけられた。点灯パターンがコンピュータ化されたフィリップスの LED 照明1670の色を作ることができるを使用している。ボールは10台のトースターと同じ電力しか消費しない。 9567個のエネルギー効率の良い電球を使っている。2008年のボールはこの年のみ使われた。2009年のニューイヤーズイブには新しいボールが作られた。新しいボールは2008年のボールの設計を活かしながらその2倍もの大きさを持っていた。最新のボールは重さ11875ポンド5 3 8 6ラム。 直径12フィート3.7メートルで、正20面体のジオデシックドーム型のボールである。新しいボールが使用されるため、タイムズスクエアの旗ざは、スクエアからの高さ475フィート145メートルにもなっており、長くなっている。新しいボールは1年中スクエアの上に置かれる。2005年から2006年のイベント以来、ボールが落とされる前に、 世界の平和を歌うジョン・レノンのイマジンが流される。2010年から2011年のイベントからは生演奏となっている。ボールの落下は伝統によりコンサートステージ上にあるボール型のボタンを押すことで始まる。実際には WWVBZ 原子時計で動くコンピューターによってボールが落とされる。通常、市長はこのボタンを押すため、 重要な人物を毎年選んでスペシャルゲストとしている。全グループが招待されることもある。下記は1996年以来のゲストのリストである。ボールの落下が始まった1907年以来のニューヨーク市の平均気温は歌詞33.7度、摂氏1度である。最も寒かったのは1917年の歌詞1度、摂氏17度で二番目は 1962年の下詞11度、摂氏12度である。また、最も気温が高かった年は、1965年と1972年の歌詞58度、摂氏14度だった。110回のこれまでのイベントのうち、ボールの落下中に雪が降っていた年は、1926年、1934年、1948年、1952年、 1961年、1967年、2009年である。雨も何回か降っている。毎年カウントダウンには100万人もの人々が詰めかける。ニューヨーク市警察、NYPD は押したり、だれを打って走ったりしないよう、群衆を厳重に整理している。警察はタイムズスクエアを一般にペンと呼ばれるエリアに分割し、人々が広場に集まり次第、 ペンへ誘導される。ペンは43丁目あたりから始まり、人でいっぱいになるとそのペンを閉じて、最終的にセントラルパークの型まで道を北上していく。ペンから出ることもできるが、その後再び入ることはできない。さらに、タイムズスクエアへのアクセスは、祝賀会の間、制限されている。タイムズスクエア付近のホテルに泊まる客でも、エリア内に立ち入るには、 本当に客であることを警察に証明しなければならない。アルコール飲料は許されず、公衆トイレもない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。